マシューズのセンチュリースタンド、こちらの使い方を説明しようと思います。一番上から回していきます。グッと、かなり硬いので、そしたらカチッとここで止まりますね。はい、でそしたら上から2番目、はい、2番目やった時に上もまた少し回しました。この鉄の部分が噛むようになってます。でこれでもう動かないですね。これでね、センチュリースタンドが立ちます。次にセンチュリースタンドの使い方なんですけども、まず一番下ですね、こちらの一番下の部分ですね、これを上に、順番は下から、はい、下から上げて、で一番上まで行ったら次に下から2番目です、ね、こういう感じですね。下を上げてその2番目を上げるということになります。センチュリースタンドの特徴なんですけども、ライトスタンドと違って、ここにね、こういうふうに動くところがついてます。これをここのね、緩めるとこういうふうに伸びるようになります。でもちろんこれもこのまま外れます。穴が太いところにこちらを入れます。ここで緩めたり、ここできつくしたりします。でここをギュッと時計回りに回すと、このまま動かなくなります。ここにもネジがありますよね。このネジを緩めます。緩めると外れます。ここがダボになってるんで、このままストロボを刺したり、ここにねはめ込むこともできますと。この状態だけで使うこともできます。ストロボヘッドの下にこのねダボついてますよね。このダボをセンチュリースタンドの先につけることができます。ここですね、穴の種類がここに大きいのと小さいのがあります。大きい方ですね、こちらのねストロボヘッドを刺します。このように、はい、刺しましたね。で上をネジを強めますと、このようにストロボヘッドがこちらにつくようになります。センチュリースタンドって足の長さが違うんですね。わかります？このように足の長さが違います。ここが足が長いですよね。でその足が長い方に向かってこっちにストロボを置きます。でここにソフトボックスをつけたりしますので、こっちに比重がかかるようにしてください。足が長い方ですね。これを時計回りに回すじゃないですか。こう回しますよね。こう回しますよね。でまあグッグッグッとこれ強めますよね。この棒あるじゃないですか。この棒の部分もここのネジと連携してるので、ちょっと緩めますね。ここをグーッと回すことによって、こうですね。これできつくなっていくんですね。グーッと下に押すと、ここもきつくなるようになってるんですね。ってことは、間違えてこっち向きにつけるとするじゃないですか。これでも一応つくことはつくんですね。なんですけども、ここのネジの回し方ってこう回すじゃないですか。硬くするのはこうしますよね。でこれで一応固定はされます。なんですけども、間違えてこっちが重い方ですよね。ソフトボックスとかつけると結構重くなるんですね、大きいアンブレラとかつけると。なのでもしここに大きいソフトボックスがついてると、これが下にこう倒れてきちゃうんですよ。ネジと回すと反対向きになるじゃないですか。こうやって反対向きになるので、ここのネジの部分が緩んじゃうんですよ。これでセッティング OK だと思って終わらすじゃないですか。だけども撮影中とかでいろいろ動いたりして、だん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 ここにこうね衝撃が加えられたりして、こちらの先端が重いとしたら
このままぐーっと下がってきちゃうんですよ。これも緩んでるってことなんですよね。ここが緩んできちゃうんですよ。でこれがセンチュリースタンドの危ないところですね。必ずストロボヘッドをこっちの緩む側につけるんじゃなくって、まあ、このままね こっちに持ってくるんじゃなくってこっちですね、こっち側にこのネジを回す方向のこっち側に重たい方をつけてください。これでグッグッてやっても硬くなっていくんですよ。でネジが締まっていくんですね。で要はここにソフトボックスが重たかったら重たくて下に落ちますよね。この落ちるこの力でネジがきつくなるんですよ。でここだけ間違えないように、センチュリー組み立ててください。まあ、その原理でいうとね同じのを使っているんでここもここも同じです。重たいものをつけるときはネジを回す方向の方に重たいものをつけてください。ここもでこちらのウエイトなんですけども重い方がこっちじゃないですか。なのでこういうふうに倒れやすいんです。こう横とかですのでこの重い方と反対側こっち側にウエイトを乗せます。よっウエイトがこっち側に来るようにですね。で、まあ、もし、怖かったらもう一個ウエイトあるんでここによいしょこんな風にウエイト置けばあこれ動きにくくなります。ここを緩めます。そうするとここが開くんですね。この隙間ができたところにこういう僕ちょっと大きいんですけどもレフ板を挟みます。センチュリーにレフ板を挟んでもらうっていうこういう使い方もできます。こういうふうに、好きな高さに持ってったり好きな角度にしたりっていうふうにストロボヘッドを刺すだけではなくてレフ板を挟んだりとかこういうふうに使うことができます。外から入ってくる光をシャットダウンしたいときとかストロボの光をこれを使って切ってでこうね、線だけにするとかっていうまあねいろんな使い方があります。グッチーチャンネル以上でね、センチュリースタンドの使い方になります。ね、今日はね、マシューズのセンチュリースタンドを使って説明いたしました。この動画が良かったらグッドボタンチャンネル登録をお願いいたします。